人間 VS ネズミ、近頃ですね、ネズミはこのネズミ捕り、この捕り持ちでね、ネズミを捕まえるってやつなんですけども、このネズミ捕りをブチブチって破って、その普通に活動する、もう進化したハイパーネズミというのが近年出回ってるらしいんですよ。でネズミが出れるってことは人間も出れないわけないだろうということで、今回私こちらのネズミ捕りの上をダダダって走って、ベタってはっついて、ビッタってこけたら人間の負け、そのままブチって引っこ抜いて走り抜けることができたら人間の勝ちと、人間の勝ちっていうかネズミと引き分けと、一体どちらが強いのか、これで検証してみたいと思います。できました、準備完了です。靴底をですね、そのまま使うのあれなんで、ダンボールをかわせて、固定してガタつきの要領で走りたいと思います。 OK、 準備完了しました。それでは行きます。シート、ペグでしっかり打ち付けたのに、でででででで抜けねえ、抜けねえ。ああ。私は